700万ドルという金額、これが何を指すか想像できるだろうか。それはなんとアメリカ海軍の空母を1日運用するための費用だ。空母1隻、駆逐艦3隻、巡洋艦1隻、潜水艦1隻を含む1つの空母打撃群の維持コストだ。それは年間を通してみれば新たな駆逐艦を2隻購入するのに相当する金額である。今回はアメリカ空母打撃群の驚くべき維持費やコストについて解説していこう。アメリカの空母は任務行動に出るときは空母打撃群というグループ単位で動く。単独での攻撃力を持たない空母は浮かぶ飛行場だと考えられ、イージス艦や潜水艦と艦隊を組むことが必要だ。原子力空母の場合、その周囲には多数の護衛艦が配置され、特に潜水艦の脅威が高まる海域では原子力潜水艦が周囲の警戒を担当することもある。しかし艦船や航空機のコストはすでに支払われているのに、なぜここまで高額な維持費が発生するのかという疑問が湧くだろう。その答えを探るためには、この1日約10億円というコストの内訳を理解することが求められる。空母打撃群は基本的に次のような組成で運用される。この1日の価格約10億円は空母のみならず空母打撃群全体、そしてそれに所属する空母航空団及びその装備運用に必要な人員の人件費も含んでいるのだ。海軍の艦隊対応計画には空母を含む艦船の整備、訓練、配備の全プロセスが含まれている。このプロセスに従えば、任務を終えて帰還した艦船は造船所で整備され、その後再び任務に就く。この全工程を終えるまでにはおよそ2年半から3年の時間が必要となる。艦船の各部分はそれぞれ特有の費用を要し、その総和が最終的なコストを決定する。空母が任務から戻れば造船会社や請負業者によって整備が行われる。海水艦強化では電子機器や繊細なハイテク機器を搭載した巨大な金属の船体は急速に劣化する。水分、湿度、高度、人間による要因などにより物体は常に破損、漏水、破裂、そして劣化する。だからこそ船舶の建造時の状態に戻すためには膨大な作業が必要となるのだ。民間の造船所が海軍にサービスを提供しているのは古くからの習慣だ。何世紀にもわたり海軍のための設備と修理サービスを提供している。競争の激しいこの業界で生き残るため、これらの企業は入札金額を下げ続け海軍の契約を取り続ける。大手企業が値下げ競争を制し海軍との契約を獲得すると、船は造船所に運ばれ修理作業が開始される。だがこの過程には膨大なコストと時間がかかる。これが空母打撃群の維持費に大きな負担を与えており、この事態に海軍の幹部は長年怒りをあらわにしているが、まだ状況は大きくは変わっていない。空母の修理が完了し造船所を出ると、乗員たちの練成訓練が始まる。訓練では艦艇の能力を高め任務に適応できるようチームワークを構築することが重視される。この期間中、船はさまざまな訓練と点検のために出航を繰り返す。これは我が国海上自衛隊においても修理完了後は同じような訓練が実施される。長期間出航せずに下がった連動を急速に元に戻すための再練成訓練だ。その際最も高額なコストを占めるのが燃料費だ。米軍は年間約200億ドルの燃料費を負担しており、その中で海軍が負担するのはその5分の1程度だ。空母や潜水艦は原子力で動いているので燃料は必要ないが、駆逐艦や航空機は別だ。アメリカ海軍は
燃料費を抑制する手腕があり、国防総省は18ヶ月ごとに燃料価格を予測し、セーフレートを設定している。海軍はこのレートを1年以上前から固定しているので、燃料を低価格で購入できる。これにより海軍は予算をより効率的に計画し、燃料費を一定の金額にすることで費用を削減している。空母打撃群は非常に大きく、燃料や食料、装備、武器などを大量に搭載する能力がある一方で、艦内のスペースは限られている。だからこそ海軍は食料や弾薬、燃料などを世界各地に運ぶために、物流基地と輸送船を組み合わせて費用を抑えている。最新の原子力空母フォードの建造費は約1兆9000億円とエミッツ級の2倍だ。新たな電磁式カタパルトや爆弾やミサイルを甲板まで運ぶ新型の兵器運搬エレベーターなど、新技術の開発費が予想以上に高くなったためだ。さらに1機あたりの価格が100億円を超える F-35C の搭載を考えると、空母1隻の価格は2兆円を軽く超える。米海軍が保有する空母は11隻で、もし1隻でも失われれば乗組員5000人以上に加えて莫大な資産を失うことになる。日本の海上自衛隊の令和5年度の予算額である1兆3527億円では、空母を建造することは到底不可能である。そして空母打撃群が海上で維持に多大なコストを要する大きな理由の一つは、航空機への依存だ。アメリカの空母は約75機の航空機を搭載でき、それぞれのメンテナンス、燃料、弾薬にも高額な費用がかかる。空母航空団は空母打撃群の鍵となる戦闘力だ。戦闘攻撃機、電子戦機、早期警戒機、哨戒ヘリコプターなど多様な航空機が一つの混成航空部隊を構成し、海軍の攻撃力の主力となっている。例えばアメリカ海軍の第5空母航空団の編成はこのようになっている。しかしながら最新鋭の航空機を維持するためには巨額のコストが必要だ。総経費の中で空母と艦載機の維持費が占める割合は 56% で、随伴艦船の維持費 44% を上回る。空母の甲板への着艦は極めて難易度が高く、小さなミスがパイロットの命を奪う。したがってパイロットは月に平均32時間飛行しなければならないと言われている。さらに空母打撃群が展開すると、パイロットは着陸技術や夜間の発着艦能力を保つために最低でも月に40時間近くを飛行に費やさなければならない。それに伴い整備の機会も増えるので、燃料費だけでなく整備費も膨らむ。さらに航空機が投下する兵器の価格も相当なものだ。対テロ戦争の初期だけでも米海軍は約1万6000発の爆弾を投下した。投下爆弾の平均コストは驚くほど高く、 FA-18 戦闘機から1発の爆弾を落とすのに燃料費や飛行費などを考慮すると平均800万ドルもかかるのだ。航空自衛隊の F-15 戦闘機に関しては、1時間の飛行訓練につき約200万円の経費がかかり、そのうち8割が部品代、残り2割が燃料代となる。航空機は部品ごとに耐久性が異なり、所定の飛行時間ごとに部品 A や B の交換が必要とされている。整備を怠れば航空機は老朽化し、墜落事故を引き起こしかねない。特に戦闘機は振動が激しく、エンジンを支えるビスが壊れやすいのだ。これらすべてを踏まえると、空母や航空機の運用とは膨大なコストと時間、そして人々の労力が投じられる。巨大なプロジェクトであることが理解できる。しかしそれは国の安全を守るため、また国際的な平和と安定を維持するためには避けられない。我々が平和に生活できるのは、日々厳しい訓練を積み重ね、
難易度の高い任務を遂行する兵士たち、そして彼らを支える無数のスタッフたちのおかげである。この規模のコストがかかるという事実は、平和の価値を我々に思い出させ、その保持のためにはどんな犠牲も惜しまないという国の決意を示すものだ。だからこそ、空母の運用という厳しい任務に立ち向かう全ての人々に感謝の気持ちを忘れてはならない。次の動画では、世界の5大空母の比較について解説していこう。